マノッチです。ペナント広島編やっていきましょう。今日から交流戦ですね。はい、今現在の順位が5位。はい、まあゲーム差はなんかちょっと散らばったかなっていう印象かな。まあまあまあ、まだそれでも全然追い上げることは可能なので、とりあえず俺が動画の中で勝てれば、まあこの 7.5 は違ったわけでもう5連敗してくからね。まあとりあえず今日から交流戦だから、なんとかもう一発パンって勝って勢い乗りたいのよ。コメント読んでいきます。昨日が取りダメだったんで、前々回のものからちょこちょこと読んでいきたいと思います。個人的な主観ですが、マノッチ監督はセリーグ監督になると妙に謎な采配というか勝負が早くなる、言い方を変えれば短期決戦向けな采配傾向になる気がします。下の方に行って、パリーグでは名監督なのですし、マノッチ信者の僕としてはセリーグでも名監督になってほしい。本当にそう思ってます。願われるぐらいにまあ勝てないよな今な。勝手に申告敬遠なんですけども、操作音がしてなかったように聞こえるので、マノッチがボタンを押したっていうことはまあないでしょうとか、敬遠をしてないですねと、あとまあこのバグ経験ありますとか、だからやっぱりあるんだね。なんかやべえというか、まあそういう判断をもうコム側が下したら勝手にするんだろうね。やめてもらいたいねそれね、本当にね。なんで塩見選手は呼び捨てなんですか。塩見ってあだ名があるからです。マノッチさんが興味あるかは分かりませんが、カープは満塁に強いって感じですが、実は野手スタメン8人、ポジション適正は無視しますが、野手スタメン8人、満塁男に無理やりできるぐらいです。これすごいね。まあちょっとポジション適正無視するってのはきついから、まあ無理だけど、すごいね。ポジションの適正を無視せずにやったらどのくらい放り込めるのかな。やってみてね、これね、ちょっとね、今はやらんけどな、連敗中だから。それにしてもセリーグの時試合中ピッチャーの打順9番から移動することないな。やっぱパリーグの試合よく見る人はそうなのかな。あー、ま、俺がそうなんだろうね。まあこの広島編始まってから多分一回も動いてないでしょ。一回も動いてないね。動かす理由が俺の中で見当たらないっていうのはその5回の中で多分あったと思うんだけども、それを抜きにしても多分俺は動かさないタイプだと思う。マノッチ監督のペナント連敗記録っていくつなんだろうとか、動画内4連敗これは前回んいつのコメントだ、まあ今5連敗か。どんくらいなんだろうね。まあラストイニングとかルーキーズとかたどらないとそこの記録はわからないよね。いやそれでもね、ここまで負けるってことはないと思うんだよな。だいたい交流戦前にね1回は勝ってると思ってる俺は。そのルーキーズとかラストイニングとか戦力が整わないペナントでも。大瀬良さんと森下さんどっちがエースでしょうね。俺の中では大瀬良選手かな。よしやってっか。まあできればな、今日はDH ありでやりたかという、まあしゃあないなこれはな。今日床田選手いきます。薮田くん、はい、薮田くんでもないんだな、もうな、薮田選手、はい、ノリノリでございます。床田選手が何年目ぐらい、 6? おい、はい、まあこんな感じで、あ、先発で使ってくれというリクエストがあった黒原くんなんですけども、リリーフで連れてきました。棚木区長行こうか。超ここなんかやりてえな。こうなるとこの456なんかやりてえな。なんかどんな風にやろうかな。123番を3セット作るみたいな感じする。こっからまた123を作るような。だから野間くんが4番だよ。うわ弱そう
いやけどね、いやちょっとやろうか。あ、ちょっとここもったいないな。いや、どうしようかな。いや、これでいくわ。これでいく。行ってみようや。ちょっと待って、今日は相澤選手使う。なんか変な打順だな。変な打順だな。まあいいや、これやってみるか。日本これよし勝つぞ。なんとは勝つぞ。マジで勝ちたいね。とりあえず初勝利をだ。松田ズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズ。一回勝てればな。なんか動画の中でもこうカープの先発いけそうな気がするんだけどな。トコだ。対するマリーンズの先発は右の石川。この両投手の投げ合いです。よし、左のトコだ。さあ注目の立ち頑張りましょう。先頭バッターは中村。第9プレイボール初球を打ちました。当たり、そこでのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト。まあ俺は最近あのジャイアントキリングを読んでるから、こう、 うまくいかない時、なかなか勝てないなっていう時、そういうのはやっぱ結構こうジャイアントキリングで描かれてたりするから、まあ、だからといって使えるネタは何も持ってないけども。だまあ焦ることはない。何一つ焦ってないです俺は。右の石川マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからチャンスメイク。攻撃に入ります。トップバッターは田中。第9投げた、初球を打った。運動前左一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池。菊池選手が第6球を、まあ、ゼフ長も今回出したけど外れてフォアボール。バッターは3番長野。さあ代わりのセカンドって誰になるんだ。取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。次は5球目、ランド前空振り三振。最後はキレのある変化球。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはレア。変化球、先頭バッターにフォアボールを与えます。オッケー、直球空振り三振。右バッターボックスは6番井上。次は5球目、投げました。オッケー、空振り三振。2者連続三振。バッターは7番藤岡。投げました、打ちました。田中掴んだ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。そういえばオールスター見ましたか。俺ね何一つ見てねえんだよ。見れてないんだよ。だあのまだあのハイライトとかも見てないし、多分まあヤフーニュースとかになんか誰々が打ったとか三振取ったみたいなニュースもあると思うんだけど、 それすらも見てない。一切情報入ってないのオールスターも。なんかあのコメントでオールスターでの清宮君の活躍見ましたみたいなコメントはいただいてるんですけど、活躍したのかなと思ってて、清宮君の活躍見ましたってコメント、逆にしてないとも受け取れるんだよね。全然ダメだったパターン。どうなんだろうね。ちょっと後でちゃんとチェックしとくわ。149キロ直球、空振り三振。2者連続三振。第4球を投げた、いいね。空振り三振、3者連続三振。では改めてリプレイをご覧。トコだ、3回の裏。さあ打ちましょう、塁出ましょう。先頭バッターは坂倉。いいんじゃない、あ無理か、一塁送球。あ、いける、あっと送球それた。オッケー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 、これはでかい。さあノーアウトで先制のランナー。うまいこと送ってください。第9投げた、初球送りバント。いや、いいんじゃないですか。アウト、ナイスマン。さあ得点圏にランナーを進めました。カープ先制のチャンスを迎えます。ちょっと待ってね、チャンス F だし、つい菊池選手は絶不調だしってところか。田中菊長の長までなんとか回してほしいな。第4球を投げた、空振り三振。なんとかしてください。菊池最初のバッターボックスはフォアボール。お、あ無理だ。ボールはレフトへ飛んでいきます。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは岡。
投げました。いいね。空振り三振。4連続三振になる。バッターは3番荻野。第1打席はセンターフライに倒れています。そういえばね、餃子パーティーをしたんだけども、まあ、冷凍餃子をねひたすら焼いてみたいな感じで。バッターは4番レアーズ。第1打席はフォアボール。投げました。冷凍餃子、まあ、味の素王将あたりがめっちゃうまいじゃない。まあ、簡単に作れるし、まあ、最近の冷凍餃子ってさ、水いらず蓋いらずみたいな。王将が蓋いらずだっけ。まあ、大体水いらずとか多いと思うんだけども、トップバリューの冷凍餃子を見つけてさ、まあ、それも水いらず油いらずみたいな感じだったのね。で、まあ、トップバリューメーカーだから、まあ、多少安いのよ。これでツーアウト。味の素の冷凍餃子と比べて30円ぐらい多分安いと思うんだけど。投球これから5球目。打ちました。うん、どんまい。ライトへ上がった。マーク余裕があります。で、まあ食べてみたのよ。まあそこまで期待せずにいったっていうところ、まあハードル低く入ったってところもでかいと思うんだけど。今お互いノーヒットなんだね。攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマーク。空振り三振。結構いけるぜ、トップバリューの冷凍餃子。井上。今日の第1打席はスイングアウト。打ちました。田中ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。結構ニラの香りがしっかりしてて、まあ味も、まあ、しっかり、もうザ餃子みたいなね。変に変化球もかけず、もうドストレートに餃子で来てる感じ。初球見逃し三振。バッターは7番相澤。最初のさあ、ここで監督は全然考えてなかったのこれはな。第6球を投げました。インコース高め、うん、空振り三振。すごい落差だねカーブね。バッターは8番坂倉。第9球投げました。初球を打った、はい、フラフラと上がった。ピッチャー落下点に入りました。ただね、やっぱり安いのには理由があるというか、ちょっと中身がスカスカな感じはしたね。ちょっとね。トップバッターは田村。第1打席は、まあ、俺の性格上さ、なんか悪いとこ見つけたがりじゃん。これはバントだ。フォアボールを与えてしまいました。第9高速スライダーボール。まあ結構当たりかなと思ったよ、そのトップバリの餃子。第3球を投げた。あーっとショーフライになった。まあもし次送りバント失敗、これでバンナウ。さあ監督、いやなんか冷凍餃子を食べることがあればトップバリまた行くんじゃねえかなってぐらい。ここまで2打席連続三振。打った、取って、これで3アウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。お互いノーヒットってすごいね。初ヒットは誰でしょうね。先頭バッターはピッチャー床田。投げた、空振り三振。高めの変化球にやられました。チャンスメイク。田中、今日はセカンドゴロと三振。流し打ち、どうだ。運動前ダイレクトでボールを掴んでアウト。なんか打ちそうじゃね、菊池選手とか。第9投げた、初球から打ってった、はい、中村取った、セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあ頑張ろう。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは荻野。今日はセンターフライ、高めボール球打った。センターあーっと危ない。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は藤原。第3球をノリノリだ。投げた、なのにスタメンじゃなかったんだね。取りました、これでツーアウト、ランナーありません。いやー、まあ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 、ただ今打ち合いも一発もフルに溜まってくから。三振、投げました、インロー、空振り三振。どこだ。いやー、点取ってあげたいな。ちょっとスタミナがね怪しくなってきたんだよ。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは長野。今日はセカンドライナーと外角、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。セーフティーバントとやってみるかい。第9投げました、あっとセーフティーバントだ。キャッチャーボールを掴んだ。アンドマイ、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番西川。今日は三振と来た、打ちました。いや取られる、持ってきました、取りました。いやヒット出ない、もうチャンス作ればもう速攻一発いくんだけどな。これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは井上。今日は三振と高めボール球打った。ファースト左抜けるか、いいよ、取ってアウト。左バッターボックスは7番藤岡。今日はショートゴロとセカンドライナー、打ちました。初球初ヒット出たね。どこだ、これでノーヒットノーランは夢と散りました。右バッターボックスは田村。
今日は三振とフォアボール打ちました。セカンドの左ゲッツーコースだ。二塁フォースアウト、アウトゲッツー、スリーアウトチェンジ。ただね、うちがまだねノーノーやられてんだよね今やられてんだよ。トップバッターはマクブルーム、今日はショートゴロと三振打ちました。誰か打ってくれ、誰か打ってくれよマジで。これでワンアウトランナーはありません。奥の手いくか、お任せだ。セカンドライナーと三振、第4球を投げました。高め、うん、だな。空振り三振。バッターは8番坂倉。もう一丁任せてみっか。投球はこれから6球目。打った、中村ボールを取る、一塁へ送る、うん、アウト、スリーアウトチェンジ。さあね、カープ、さあいよいよ最終回先頭。まあもうこのイニングで終わりだね。もうつい代打出そう。低めの球、スタミナ的にももう100点でしょ、完璧でしょ。投球これから5球目、はい、スライダー空振り三振、2者連続三振。頑張って。さあ次の投球投げました、外のボール球打った。うわちょっとあれよ、これ向こうがね一発使ってくる可能性があるんだよね。それが怖い。バッターボックスは荻野、今日はここまで3打数ノーヒット。第4球を投げました。オッケー、空振り三振。お疲れさん。9回の表が終わって、マリーンズこの回のか、この回の攻撃はストバッターから。さあ誰かやってくれそうな人。もう今俺の中ではもう末金くんかなとは思ってるけども、思ったんなら行こう。バッターは代打末金。おい、1球目ストライクから投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった安田。いやーちょっと待って、ノーノーやだぞ。ランナーはありません打順は1番に帰って田中、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、打てねえな。インコースの変化球にやられました。さあここで勝負に出ました。いやまあもうこれはもう逆に助かる。第4球を投げた、打ちました、ピッチャーは正面、アウト。まあ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 。試合はこれから延長に入ります。この回のトップバッターは安田、投げた、内角ボール球打った、センター右へのフライですが掴みました。これでワンアウト。いやちょっと待って、まマジでマジで勝つぞ。ここまで3打席連続三振、投げた、外角。もうなんとなくこの試合負けるときにはノーノーやられてそうな気がするんだよな。今日はここまで3打数ノーヒット1三振、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。チャンスをチャンスさえ作ればもう一発あるんだって今。なんとか作ろう。サヨナラ持ちだ。投げました、打ちました。投げない。ヒットでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは4番野間。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。打ちました。藤岡掴んだ、一塁送球。これで2アウト、ランナーありません。いやもう何を持ってやればいいのかわかんない。ノーノーも美味しいとすら思い始めてきた。投球はこれから3球目。カットボール、空振り三振。西川、遠洋にやられてしまいます。延長11回の表、はい、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは藤岡か、このバッターは。あ、そういえばね、勝ちパターンターリー選手をセットアッパーに置いた俺。はい、栗林こう投げました。打ちました。いい当たり。いや本当に左 F か。さっきから打つな。藤岡いいバッティング。なんだろうな、バントわからんわ。第4球を投げました。カーブ、空振り三振。ここ変えるのかな。ピンチヒッターは変えてきたね。第4球を投げました、打った、ピッチャー返し、ちょっと待って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 待て待て待て。山口ナイスバッティングです。抑えれます。ここまで3三振と全くタイミングが。さあここで監督は勝負に出ました。第7球を投げました、これは外れてフォアボール。いい、バッターは2番岡、これが5度目のバッターボックス。一発は絶対使わねえ。投げた、打ちました、あっとインフィールドフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーはフルベース完成戦。第9、うーわーちょっと、もう最近言ってくれ、ね、
自力でランナー出せなければ一発は使わないから、多分もう一発使えばヒットは出るんだけど違うでしょ、一発で初ヒットはちょっと違うと思うから、ランナーさえ出せれば使うわ。石川11回の裏3点を追いかけます。カープの攻撃、トップバッターはマクブルーム、変化球、もうむしろ今相澤ここまで2打席連続三振打ちました。これはピッチャー正面、いやー参ったね。ここ見せてほしい。バッターは8番坂倉、今日はここまで3打数ノーヒット、内角へズバッと決まって見逃し三振、ここは三球三振に終わりました。チェッ敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手の石川。いやーここまでここまで来るな。そっか、あそういえば絶不調だったんで下げましたよ、はい、あーマジか、6連敗か、プラスノーヒットノーラン食らったんか。まあまあもう落ちるとこまで落ちてるだろういやーそっかー、厳しいねー厳しいねー。まあ終わりましょう、終わり、さよなら。早朝か。